ガリシア州内の位置、ポンテカルデーラスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカでポンテベドラに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は、である。カスティーリア語表記はプエンティッカルデラズ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は 89.、89.36%。ポンテカルデーラスは、ポンテベドラ県の中部に位置し、 トマルカでポンテベドラに属する。隣接する自治体は、北がコトバーで、東がア・ラマ、南がホルネーロス・デ・モンテスト、ソート・マイオール、西がポンテベドラである。自治体中心地区は、ポンテカルデーラス教区のポンテカルデーラス地区。ポンテカルデーラスは、ポンテベドラ司法管轄区に属す。住民は旧の教区内の38の地区に居住する。県と、 ポンテベドラからは1 6トルの位置にあり、PO-532 号線でつながっている。また、アコルーニャ、サンティアゴでコンポステイラからは高速道路 AP-9 号線、または国道 N-555 号線でつながっている。主要都市からの距離は、 アコルーニャから1 4 3トル、サンティアゴから7 1トル、ポンテベドラから1 6トル、ビリーゴから3 9トルである。最寄りの空港はビーゴ空港でおよそ3 5トルの位置にある。自治体市長はガリシア国民党のペルフェクト、ロドリゲス・ムイーニョス。自治体表議員はガリシア国民党、旧ガリシア社会党、に、 ガリシア民族主義ブロック2となっている。自治体内には多くの歴史的遺構が残されており、その中でもカストロ・バルブード教区とポンテ・カルデーラス教区のパラーダ、地区にあるカストレーロ3のカストロと討論地区に残されているペトログリフは知られている。ポンテ・カルデーラスは9の教区に分けられる。太字は 自治体中新地区のある教区、ありがとうございます。